Fallout ーー4 The Commonwealth Responders 遊んでいきます。さてこちら、フォーラウト76に出てくる、レスポンダーのその生き残りのメンバーと共に、様々な冒険に乗り出せるモッドとなっています。28のクエスト、その他、新たな衣装や建築可能なオブジェクトが追加されているようです。でもね、フォーラウト76のレスポンダーと言いますと、もうヒューの最後を遂げた、そんな人たちでしたが、 ま、そこからね、200年ほど経過して、このコーンウェルスで一体どんな活動を行っていくのかまあ、早速ね、体験していきましょう。で、はじめは、なんかラジオを聴くとね、クエストが始まるという話ですが、久しぶりの日本語化を行っています。まだラジオ聞けませんね。なんかサンクチュアリの橋を抜けるあたりでラジオが聞けるという話ですね。ちょっとそこら辺まで一気に行きますか。ちなみに普通のサバイバルモード、こちらで遊んでいきます。 モッドのホライゾンとはね、ちょっと競合がね、発生してしまいそうなんで。で、内容的にはなんか、普通のクエストの他にも、拠点建築を楽しめる。そういう内容にもなってるようですね。だからアイテム回収がね、結構重要になるかもしれない。さて、こちら、橋ですがなんかなるかなお、来たぞ。始まった。The First Response。レスポンダーのエマージェンシーブロードキャストを聞くと。 ラジオ放送はさすがに、英語でしょうね。ん ?90 メートル先ここで聞くんじゃないんだ。レスポンダーをアシストしろ。どこだ目標は。とりあえず南のようですね。そっちに向かいますか。特に音声は何も聞こえません。ああ、そうか。音声聞こえないのはそうだ。ラジオ音声オフにしてるからだ。ラジオの音声をマックスにして。これ聞こえるかな あ、聞こえますね。これはグールの声かななんかグールっぽいね。まあ、やはりとりあえず何言ってるか分からないので、またオフにしますかね。で、もしかしたら序盤からすごいね、難しい場所に行かされる可能性もあるんでね。その場合のことを考えて、道中地雷とかグレネードそこらはね、しっかり集めておいた方が良いかもしれませんね。グレネードや地雷があれば、 結構難しい敵もね、相手にできますんでね。まずは定番のドクミト。中根にしましょう。うまたあったな、ドクミト。よし行くぞ。よしよし。いい子だ。はじめのスキルは、イディオットサーヴァント。これでいいかな経験値アップですね。なるべく早い展開を心がけましょう。 あそこにレーダーがいますが、このライフルはなんだサンタいる。結構いるな。魚がな撃っていく。よっと、走ゃあ、もらった。ちょっといいな。当たっているが。ほいよっと。頭に当たらないの厳しいかどんどん叱ってきた。逃げろ。やはりサバイバルモード。ちょっと難しいね。おっと、いいぞ、ドクミト。ナイスだ。あそこにいい。 りたいあそこにいるけどよいしょ決まったここでさらにレベルアップか次はガンスリンガーでいいか次はこちらの問題を片付けて再び経験値を入手しましょう結果はどうなるかわかりませんがボルドボーイ私のことか字を下げろあら失敗したいやー助けて 毒味とかやってくれるはずだ。あそこか。ちょっと当たりにくいが。二発目当てる。もうちょいかな。よし、決まった。楽勝だね。また何とか。一応なんかね、レスポンダーの本拠地みたいになる場所が、ジャマイカブレイン。そこだという話なんでね。もしかしたらそこまで行く必要が出るかもしれない。となると結構遠いですね。 ま、ダイヤモンドシティ経由かな行くとするんであればね。ここにはボトルキャップ地雷ありますよね。それがあれば、かなりの戦力になると思いますが。まずこれは爆破してと。地雷はあれだな。これっき取るおらんよし。ホライゾンだとね、ちょっとこれを解除するにもスキルが必要ですけどね。まずは、こいつらか。モラット。敗者。 あぞ。あれっと、一体目。二体を切る。あっとっと。ドクミトが病気にかかってますか今助ける。あっと危ない。ナイスだ。あドクミト来ちゃった。待つったな。すまんな、ドクミト。しば使うこちらは定番のジャンクヤード。 ここにも地雷とか、グレネードがありますね。まず地雷。こちらを回収する。クアンタも回収。あれこの位置から北東ですね。ジャマイカブレインではないな、これな。こちら、レキシントンですが。それよりも先かな。いや、ちょっと近いか、これ。意外とコルベは工場目標の場所はね。 それっぽいね。まだ難しいんじゃないのコルベガは。コルベガではないかなどうだろうね。コーション。まずいな。レキシントンアパート。そこら辺かな位置的に。ちょっと降りよう。あの場所はあまり使われてない場所ですけどね。んいや、やっぱりそうか。レキシントンアパートだ。この場所は使われるんですね。 歴史にとんアパート内部にもね、3体ぐらい手がいますよね。レーダーが。それがどうなってるかですね。入ってみようか。さて、内部に入りましたが。お、入賞者は死んでる。これジラか。ジラ回収。運動用の服。そうだ、新しい衣装として。レスポンダーの衣装がね、追加されてるんじゃないかな。血が飛び散ってる。 大丈夫かレスポンダー。あ、バラバラになった何かが。ここからは見ませんけど、レーダーいるじゃんかそこに。グレネード。これやはり、レーダーの罠なのか一体倒した。一気にヒルンだから、クリアかなレーダーの罠っぽいよ、これ。お、ファイヤーマンコスチューム。ああ、これはファイヤーブリーザーの衣装かなそれっぽいな。 レスポンダー、あ、死んでますね。あ、グールだ。これ、助ける前に死んじゃったもしかして、その可能性ある早速衣装着てみましょうか。あ、全身衣装だこれ。となると性能悪いね。うん。これは孫ごとなき、レスポンダーですね。さて、こちらには、あら、んメモがありますね。ファインダークリューメンバーを探すこのユニフォーム ファイヤマンユニフォーム。コスチュームにユニフォーム。これは違うのかなちょっと。これも全身鎧かなうん、やっぱり暗くて見えないね。色違いかなジョーズノート。フーエバーファインドディス。誰がこれを見つけた時のためにジェイクを探せ。ジェイク・コンプベル。スリー・フラミンゴが守ってるドア。そこにいるのジョー・ベネット。これを書いたのはジョー・ベネット。 とりあえずジェイクを探すと。さあ一つ目のクエスが完了しましたね。次はどうなるんだザ・ラストレスポンダー、最後のレスポンダーまあ、200年間で、ね、生き残っていたわけですからね。とりあえずステルスはガンガン上げていきますか、今回は。三つのフラミンゴね。今んとこ思い当たる場所はありませんけど。次はどこなんだろうな。まあ、マッパは見ないでね、進んでいきますので。 あれ近い意外と近い三つのフラミンゴ。100メートル先ですね。ミスティックパインかここにいるんですかねんあ、あれは、レスポンダーの看板ですね。フォーラーと76ならお馴染みの、キャンパイティングになってますよね。あれしかしもう死んじゃってるよ レーダーかびっくりした。もう最後のレスポンダーが死んでしまったのかと思いましたね。なんか目もありますね、また。I want him alive. 彼が生きていることを望む。注意深く聞け。我々は何週間も男を追っている。我々は彼をトラップにはめたしかし、何が起きた我々はみんな死んだそして彼を見つけた彼はコルベガに戻ってきたなんだこりゃ。さらにクエストがクリアで。 なんか今んとこ物騒な始まりですね。軒並みいろんな人が死んでしまっている。ホロテープあるよ。次は、ホステージシチュエーション。ジェイクをコルベカから助ける。コルベカミッションか。これサバイバルモード難しいからな、コルベカいけるかなさあ、ジェイク。全部ね、フル,ねフル音声ですね。ちゃんと声優の人が喋ってるんですね。 プレストについても話してますね。じゃ、仕方ない。コルベが攻略で行きましょうか。何も。戦う必要はないんだけどね。でも、避けながら行くのも難しいよね。垂れた破壊。遠方に。近い。近いけど撃つ。一体倒せあそこでうごめいてますね。スナイパー勝負。 近くに一体やったぞプロテクトの起動させればいいんだが発射かレンダいいぞレベルアップした近い撃つよし、倒した残りはボスかあのライトもそうかなライト壊してどうおっとっとっと近いぞ近いけど、ドグミで任せるか 今のうちに、撃っていく。デンジャー、ボスやるぞ、気をつけろ。いや、ボスはもうすでに倒した。その説ある。ジェイがどうだまたホルテープか。二つ目、再生しよう。何が聞けるんだジェイク・キャベル。レイダーはミスティック・パイに戻ってきた。ん 今のフォローテープ聞く感じだと、ちょっと分からませんで、ね、次はどうなるのか。次の目標はグレーテスケープジェイクを探せ。すごい逃げてるみたいだな、ジェイクは。仕方ない。探しに行きましょう。次の目標は北西ですね。ここから北西なんで。結構初期マップ方向かな。少し,しまずい。見つかった。出して逃げよう。 逃げるんだよ。あ、これ、ドクミトと、別れるかもしれないな。非常にまずいぞ。生き延びてくれ、ドクミトさあ、ちょっとね、日本語化設定がうまくいってなかったのか、ちょっと導入し直しました。そしてこちら、前方にね、ジェイクがいますね。ようやく会いましたが、さあ、話をしてみましょうか。 ジェイク・キャンベルの探すが完了したレスポンダーの衣装着てますねああ、yeah. <Hey> oh, ジェイク worry, 心配するのは撃つつもりはないと俺はジェイクジェイク・ジェイクキャンベル,ンベルレスポンダーのボランティア,レー,ティアレーダーに追われてきたんですねジェイクは人手が必要だと世の中にはまだレスポンダーがいると彼らと連絡を取る必要がある you know, 戦前の中継所に行けばいいとそしてメッセージを送る信号を上書きする方法のマニュアルが必要だと取引をしないかマニュアルを手に入れたら金を払うと100キャップよし手伝おうかマニュアルどこにあるんだジェイクは中継所に行くと電気愛好家クラブええー、あそこどこだ遠くないかここから すごい遠いよね、おそらく。輝きの海のそばじゃないか、それって。しかもあそこ、内部ね、ラットで汚染されていたような気がするんですけど。行けるかなまずはクエストマーカーつけましょうか。無線マニュアル、うん、南。ひたすら南。まあ、とりあえず行ってみましょうか。今から行く場所もそこ、クエストじゃ使われないのかな結構謎な場所でもありましたよね。オーバーランダ駅。さらにレベルアップ。 どんどん上がりますね。イディオットサーバントはかなり有効だね。とりあえずブラッディーメスだ。レイダースカム、あんなとこに。一発で倒したが、まだいるようですね。倒、はい、した。見つかる。まあセーフ。よった。二体目倒す。クリアか なんか今、空は飛んでいなかった気のせいかなスコーチビーストはいないしね、フォーラーとフォ4には。目標はそろそろですね。意外と近かったな。敵を無視して、ダッシュして進んだらね。ここだな。さすが汚染されてますけど。どっから入るここは、あれか、ラット X。これを使えばいいのかな でも相当ラット値高いからね、ここね。あそこは入り口だ。いや、ここ入れるような場所なかったよね。ああ、マスター。インタコム。ーーンあれ人減るぞ。現在誰もいない。いや、ラット汚染がすごい。メッセージって、残せない。なんだ、インタコムなんてあったんだ、ここ。いや、どうかな。追加要素かな。まだ判断がつかないか。 上からの侵入かなこれは。入り口はこっちか。うわ汚染がすごい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。まずいでしょ、これ。急げ。こっちか。ああトリップワイヤー、動いてる。こんなのあったな、そういえばな。ここは汚染されてないね、しかし。よし。どうだあれタレットがあるよ。これやばいね。大丈夫ここから入れる。鍵開けらんない。ああ地下に行ける。 ああ、サルトロン。動き始めんのか、あれ。ゆっくり行ってみたいが罠だらけ、ここ。どうなんだいくつあるんだ、罠は。動きませんように。あいつに気を取られるとね、足元の罠とかにかかってしまうかもしれない。あ、さらにプレッシャープレート。これを踏んだら、動き始めんのかな あ、でもこの場所あったような気がするな、今の。プレッシャープレートで。ちょっと覚えてるような感じがする。ラットエクサ切れましたがありますね、罠。トリップワイヤーを解除。さらに爆弾。解除していく。ホビークラブメッセージ。やはりこれ見たことあるかなちょっと後で聞きながら戻るか。このターミナルには待って、上になんかあったの、ね、今。 これは、スキルモンか。無線通信をセットアップするための初心者ガイド。なんだこれあ、これでいいのか。このターミラー違うんですね、じゃあ。うわぁ、汚染が。これ待てよ。戻れんのかなどこから出れる出口がこっちかプレッシャープレート。ああ、マネキンか。出口。さらに穴。 よし。あ、普通に入り口ありましたね。なんだ。ちょっとラットウェイ使うかあまりにひどいね。ラットウェイを使うと、眠気に襲われる。まずいな、これ。布団が欲しい。こんなとこに来たら、うわあ。治療がなっちゃった。では、再び、戻りましょうか。途中布団を見つけたらね、眠りましょう。眠気で死んでしまう。 前方に適正のスカーベンジャー。はし、あっと、あいつ生きてる。近くに。おっと、ショットが持ちいい、シャッハウス。残りは、裏から一体。あれか。弾込めて。前方に、に耐えるぞ。まだいる。うわ、ショット。よし、対操した。残り一体、今度こそ。10ミリピストルで、とどめ。 ジェイクはまた違う場所に移動してますね、これは。どっかの通信塔に行くと言ってましたが。こちらコベナント方向ですね。いや、コベナントからさらに東、タフィントンボートアースとか、そっち方向かなブラッドパック当たらん。うっと、もらった。無視接近中。玉込めて。 なんか、やだらとブラッドバグが、なんか、血を溜めてるかのような。お腹パンパンにしてましたね。この先んここは何だ今んとこ安全かなジェイク、安全っぽいね。さあ、再びジェイクに会いましたが、ああ、なんとこれ。ちょっと強化されてる拠点っぽくなってますね。ジェイク、またあったな。あ ユーザーマニュアルを渡すこれキャップはもらえるのかな詳細が分かるまで時間が必要だとまだ何か仕事があるかもしれないとマクドナウ市長ダイヤモンドシティグールを追い出す決定をする前のことだ何人かのグルを知っている彼らはレスポンダーだったと俺たちにとってヒーローだったとダイヤモンドシティに基地があるようですね そこに何かいいものがあるかもしれないと。西とがマニュアル。キャップをもらって、酒検知もらった。またレベルが上がったね。クエストを進めるだけで、レベルが上がるのはいいですね。次はダイヤモンドシティか。なるほどね。レスポンダーの生き残り。そうか、フォールアウト76の時代からもしかしたら、グールとなって生き残っている可能性はあるんですね。よく考えてみると。 そういうことか。だから初めのラジオ、あれはグールの声がしたんですかね。サバイバルモードで遊んでいる場合はね、ちょっとファストトラベルができないから、ジェイクをね、仲間にしたいという、そういう意見が上がってましたね。そうすればクエストが進みやすいという、そういう話でしたが。よし、着いたぞ。前方ですね。パイパーを仲間にしていってもよいが。あれこの場所 ここは自分の家になる場所っぽいけど。影必要。うん。買う必要あるんじゃないのこれは。これはあれですかね。各拠点を解放していきながら、レスポンダーの拠点を増やすみたいな。そういう内容の可能性もありますね。2000キャップ。金が足りない。ええ。2000キャップ集める必要あるこれ。弾薬は結構お金になりますね。 あとは薬か。これで、2000キャップ。やった。売りまくって、揃いましたね。じゃあ買いましょう。ここいや、ダイヤモンドシティに家を持つのは、二度目ぐらいかな多分初めてのプレイでね、入ったことがあったような気がしますけどね。それ以降は特に、居住区にしたことはありませんね。で、この場所の進化は、別のセルだから、 だから一瞬でファストトラベルができるという話ですね。ただしサバイバルモード、それではあまり意味がないのかなこう入り口は2つあるんですよね。こっちから入ってみるか。お、発見。ホームプレート。この内部は何か物作れるんですかあ、作れそうですね。ここにレスポンダーの手がかりがあるのかなあら、こんな上があったんだ、ここ。 もしくは確証された可能性もありますけどね。あ、レスポンダーの旗がありますね。価値のあるもの探す。これ価値あるんじゃないのあ、取れないわ。ベッドもありますが、これはジョーの西。すごい。すごいのかジョーは途中、ジェイクを助ける際にね、手紙に名前があった人かな長年にわたるレスポンダー業務。これもしかしたら、グールかもしれませんね。 またジェイクの元に行くのかよし、戻ってきました。ジェイクの元に。ジェイク、話をしよう。これを見てくれ。こいつは大当たりだと。レスポンダーがかつて取り組んでいたことを全て教えてくれると。新人を募集してる。あんたは今までで、ね、最高の新人の一人になると思う。どうするレスポンダーに入るか これは新たな、勢力的な感じですね。声だ。あ、何も見えない。真っ暗で。私をレスポンダーボランティアに任命する。チームへようこそ。あ、制服をもらえるのかやった。中継タワーを稼働させるためには、まだやることは残っていると。一日か二日後に会いに来てくれ。ちょっと火を置く必要があるんですね。クエスト完了。 布団で寝ればいいのかなその時は。ジェイクは修理を終えるのを待つ。なるほどね。ちょっと明るい場所で着てみたいですね、衣装。レスポンダー、ボランティアジャケット。また全身服だけど。性能は低いな。あ、あれおなんか違うな。思っていたのと。ジェイクの着ていたものとは違いますね、これね。ちょっと薄い汚れてるよ。なんだよ。ジェイクの服くれよ。 これはよくある服ですね、多分ね。それに、なんか腕にね、腕章がついてる。そんな感じかな。なんかマママーフィー的な服にも見えるけどね。この服欲しいよ、この服。服をくれ。あら、反応がない。よし、それでは今回はこれで、一回終了したいと思います。まあ、レスポンダーに関するね、追加クエストモッド、こちらを導入して今回はね、遊んでみましたが。まあ、まだね、初めの方なのか。 それほどストーリー的なものはね、まだあまりない感じがしますね。ま、あこれは今後に期待といったところでしょうかでは引き続き、次の動画でお会いしましょう。